妻込村万山温泉標高1800メートル湯の花旅館に来ています。延命の湯と言われる猿の腰掛け湯、下がね泥炭層なんで凍ったり溶けたりしてね傾いちゃうんだよね。はい、だからまあこんな感じになってますが、主、兵さんが入り合い権持ってますから山に入って富士鶴とかね、猿の腰掛け霊視を取る権利があるんですよ。それを枠に入れてそれが染み出した猿の腰掛けです。でこうやって遊ぶとね、こうやって遊ぶと白くなるでしょ。今なんかこういうのが出るんです。はい、ほら。今日はね七夕永六輔さんの命日です。7年前で、いい湯だな日本の歌シリーズの3番が万座温泉です。いい湯だな、いい湯だな、湯気に霞んだ白い人影、あの子かな、あの子かな、ここは上州万座の湯ね。ちょっと影になっちゃって分かりにくいですけど、湯の花旅館の新デザインのねタオルです。はい、猿の腰掛け湯の花旅館ね。はい、実はあの湯の花旅館も永六輔さんからいい湯だな湯の花旅館さんへ永六輔色紙いただいてんですよ。はい、間違いなくいい湯だなのいい湯です。はい、皆さん万座温泉湯の花旅館ぜひお越しください。猿の腰掛け延命の湯です。